はい、というわけで、いやーすごかったっすね。それぞれの講師が思い思いに、話していただけたんじゃないかなと思いますし、めちゃめちゃとにかく内容が濃い、まあ、勉強会だったんじゃないかなと。そして、まあ、これ4時間にわたる長丁場ってことで、よくぞ視聴し続けてくれたなと、まあ、思ってるところなんですけど、どうですかね、実際にやってみて。まずじゃあドラえもんさんドラえもんさんはいかがでしょうか。そうですね、ツイッター広告でですねお話ししたですね高橋ですけども、みんなの講義聞いてましたけどね、もうあっという間でしたね。我々にとってはですね、もうちょっとお付き合いいただければと思います。お願いします。ありがとうございます。じゃあ山内さんいかがでしたか。はい、今日初めてのセミナーだったのでめちゃくちゃ緊張して。全然そんな感じはしなかったですけどねいやもうめちゃめちゃ本当もう吐きそうだったんですよ緊張しすぎて、うん、でも今後もっとねこの登壇させてもらって経験積めればなぁと近かったですかね。なるほどありがとうございます。まあ実は緊張じゃなくて酒を飲みすぎてたんじゃないかな説もあるんですけど、じゃあ田中さんいかがでしょう。はい、今回語る中でも自分としても楽しかったし、仲間の話を聞いているのもとても楽しく参加させていただいて本当にありがたかったですありがとうございます。じゃあ、高木さんはいかがでしょうか。ちょっといろいろ今日は持ってきてお話とかもさせていただいたんですけれども、まあ、楽しかったっていうのもありつつ、なんかこう聞いてる方々たちの反応をもっと見れたらよかったなっていうのは、そう、ズームとかのセミナーだとこうコメント残してくれたりとか、はいはいはい、実際にこうねカメラで顔を写してくれてる人もいると思うので、そこがちょっと寂しいなっていうのはあったのと、やっぱりセラさんとねリアルでやりたかったなっていう。そうですねセラさんも多分相当見てください寂しい、めちゃめちゃ寂しそうな顔、セラさん今抜いてますよ、ね、こっちその100倍寂しいからねセラさんいかがでしたか。ああもうだからもう寂しくてでも T シャツちゃんと47期の聞いてるもうみんなこれなんで着てないのっていう田中さんはちゃんと着てくれてるのと、僕もPC のステッカーは一応貼ってたんですよ俺はねちょっとユニフォームあるからねそうそうドラえもん俺でね一人でここポツンとみんな の, ツイッターとか LINE 見ながら精神だけそっちにはい、いました、はい、いやでもセラさんの IP の話もめちゃめちゃ面白かったですね。まあ、なかなか聞くことのないような話だったと思うので、まあ皆さんの、ね、マーケティングに直結してすぐに役立つかっていうと、なかなか、まあIP アドレスって奥が深いので、今日のお話だけでっていうのも難しいと思うんですけど、ぜひねこういう世界もあるんだということを知ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。というわけで先ほどですね高木さんがまあおっしゃってたんですけど、やっぱりどんな反応だったかっていうのを知りたいってことで、まあ大体こういうなんか勉強会やると終わった後でアンケート開封の儀をやって、それをまあ見ながらちょっとお酒飲むみたいなことやるんですけど、まあ、それをですね、まあ、せっかく生中継してるんで、もう中継しながらちょっとやっちゃおうっていう企画をまあ考えてまして、まあどんな感想が来たのか、開封の儀をやってみたいということで、じゃあ高木さんお願いしてもいいですか。はい、まず今日 の, セミナーについて、あなたはこのセミナーを親しい友人や同僚に勧めたいと思いますかっていう質問に対して、進めたいを1から10で、進めたいを10にしたとすると10って答えてくださった方が全体の今のところ 30% の方が、9は 17% で、で8が30ぐらいなんで、 80% 以上の方は8以上なんで、お NPS スコアめちゃめちゃ進めてくれるやんで、まあちょっと進められないなって人も1をつけてくださった方も1人いらっしゃるんですけれども、すいません、でなんでじゃあそういうふうに思いましたかと、できる限り具体的に記入お願いしますっていうところでは、みんな楽しそう、あやっぱりバレるんだねあとは短時間で幅広く知識が集、短時間、あ、まあ、まあ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 4時間あったけどね、まあ、すげえな短時間あとは初心者でも分かりやすいと思ったため、そうですね、割とマニアックな話もありましたけど確かに、はい、あとはすぐに業務に活かせる実践的な内容、あ
とは多岐にわたる内容が1日で知ることができ、自分の知識に何が足りないのか、また足りているものに関しては復習ができました。あとは概要だけではなく具体的な方法や事例が分かりやすかったです。嬉しいなあ。あと多分この辺はもう山内さんとか田中さんとかあたりはもう完全にバチンコだと思うんですけど、あの会社のデザイナーやディレクター立ち位置の人に聞いてほしい内容だったので、あ、素晴らしい、嬉しい、ありがとうございます。いや嬉しいな、良きですね。質問疑問感想などありましたらっていうところで、はい、ぜひ定期的に開催してほしい。嬉しい、やりますあとは内容もさることながらですが、画質や音質もすごいです。おー、暇な犬スタジオさん、うん、そして無駄さんありがとうございますありがとうございます。あとはあのご要望というところですが、項目を半分にしてもっと濃くしてほしいですっていうところだったので、まあ、次はじゃあデイ2ぐらいまでやりますか。デイ2ぐらいに分けて、うん、2日間やるっていう。で24時間。なるほど、すごいな。24時間耐久24時間レースなんていうのでもガチでやると。ガチでやりますよね毎回これ言ってる気がするであとはですね、あ、ちょっと次回聞いてみたいセミナーがあればって言うと、 Google アナリティクス設定方法。あー、なるほど、田中さん、あ、やりますすごい、もう決まったあとは過去にあったウェブマーケの失敗談。あ、確かに聞きたいな、それぞれ失敗事例だけを話す回。はい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 、それ確かに興味ありますよね。めっちゃありますよ、失敗はめっちゃあるぞあとは EC に特化したセミナーがあれば。 来た、まあ、EC といえば高木さんみたいな感じになってきてますからね、うん、もうって言うと全国の EC プロの人に叩かれそうだけどあの好きの気持ちは負けないつもりなので。分かりました、頑張ります。あ、バイラルのケース、ロジカルシンキング面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。バイラルケースは考える、あれを考えるとなんていうか、いろんな施策が思いつきやすくなるんですよね。うん、なんかあの初心者の方にはあの不適切な内容が多かった気がするっていうご意見を頂戴しました、まあ、あの否めないっていうところ、まず申し訳ございませんでも ありがとうございます。確かにマニアックすぎるなっていう部分もあったりしたかなっていうのは反省点なので、確かに初めてのウェブマーケなのかっていうのは確かになんですちょっと改善に生かしていきたいと思います。そうです、ご意見本当にありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。買わない理由をすべて潰すって、これ高木さんのやつじゃないですか。お、自分たちがエンドユーザーだったらっていう視点で考えると、だから想像力を働かせて、自分がお客様だったらこれで買うっていう視点で改めて自分たちのランディングページ見てほしくて、本当にこの LP で買うかっていう視点で考えると買わないでしょっていうふうに気づくと思うんですね。でも実際に運用側とか自分でページ作ってる側とかだと、もうこれでいけるって思ってしまって、まあ、あんまりこうてこ入れもせずにペローンとこうアップロードするってことあると思うんですけれども、本当に改めて自分がもうその商品について何も知らない人間だった時に買うかなっていう視点で一回冷静になって見てみるとか、もうあとはもう全然知らない人にこれどう思う、買うって聞いて、いや買わないって言われたら、なんでじゃあ買わないのって聞く。で、私はなんかその前いた会社ですごい、まあ、尊敬してるコンサルがいたんですけど、その人にはよくもうお前じゃこれ買うのかよとかで、じゃあ買ってもらうためにはどうすんのとかで、いっぱいいろんな人に聞いてみたって、これで買ってくれるってみんながみんな言ったっていうのをよく聞かれて、うとか確かにっていうのもあったんですけど、周りに聞いてみるっていうのが一番ね早いかもしれないですね。あ、なるほど、うん、確かにそこのステップを怠って、そうそうそう、公開しちゃって数字だけ見てみたいなケースって多いですもんね、うん、そうなんですよ。だからおしゃれなね LP を作っても買わないし、確かに逆にダサくても買うんですよ、うん、そう、なんかそこっていうのはすごく重要ポイントですが、まあでもデザインはねおしゃれな方が山内さん、うん、いやいや、まあデザインはおしゃれな方がいいんですがやっぱり今うん、高木真希が言ってるみたいに、やっぱその売れないという意味がないからね、だからそこを考えながら、まあ、きちんとやれる方がやっぱいいですよね、うんうん、
その逆になんかめちゃめちゃダサいデザインだけど、なんかめっちゃ売れてんなみたいなサイトってこういう特徴があるとかってあるんですか？あの一生懸命さがすごく伝わる。一生懸命さ、さっきあの手書きのあのふりかけの同梱物見せたと思うんですけど、はい、正直あのなんだろう、おしゃれじゃないじゃないですかなんだけどこう手書きで一生懸命なんかやってたりとか、 LP でもなんかスタッフさんが私たち真心込めて作ってますとか、なんか地元で漁師の人がお魚一生懸命どうのこうのとか、もうこういう努力しててもう一生懸命開発しててとかっていうのを、別に一生懸命さを伝えるってことじゃないんですけど、なんかあのエンドユーザー様にいい商品届けるために努力してますっていうのがこう生々しく伝わるとダサくても私は買うし。確かに、うん、で結局安心感があればいいので、それが贈答品なのであればこういう状態で届きますと、でそれがしっかりあのギフト包装の状態が見えるとか、お届けの状態がしっかり分かれば LP 脱線けどまあでもめちゃくちゃいいじゃないか、届く状態綺麗だし、じゃあこれにしようって決められる。だからダサくても安心要素っていうところは重要ポイントになるので。確かに、まあ、ただじゃあデザインが重要じゃないかっていうそうではないから、うん、あのデザインの要素って結局興味を引くとか見やすくするっていう UI の部分とかもあると思っているので、もっとデザインができるんだったらまたそれはそれでいいというふうに思いますね。けなげとかその一生懸命さって、うん、本当に意外とめちゃめちゃ忘れがちですけど、うん、実はすごい重要ですよね、心を動かす意味。そうなんです。だからもう EC は商品とともにあるっていうのはデジタルとは言ってもやっぱり人と人なんだなっていう。めっちゃいい言葉ですね。たりはします。そういうその一生懸命さとかって、そのなんかアクセス解析とかしてるときになんか数字として現れたりするケースとかってあったりしますか？それとも実際に LP とか EC サイトとかで見てたときにこういう要素があるとやっぱりその売り上げ上がりやすいなっていう、田中さんが思うポイントとかってありますか？一生懸命さっていうところなんですけど、ある議員さんのウェブサイトを担当したことがありまして、はい、議員さんなのでやっぱり政策をどうしても見てもらわないといけない、そうですよね、アピールしてもらわないといけない、はい、っていうところがあったんですけど、何が悪かったかっていうと、そのトップページを見てくれた人に対して何をきっかけに、じゃあこの人何を言ってるのか知ってみたいと思ってもらえるか、はい、とか、あとはそのボタンにしてもこれをクリックして次のページを見たいって思ってもらうためには、例えばその今あの妊婦さんでこういう問題を抱えてるとか、防災に対してこういう意識を持っている人がクリックしやすいような情報を提示している、クリックしたくなるようなデザインであるとか、あるいはもう完全にボタンだと分かるような見た目になっているとか、でそういったなんというか細かい一個一個当たり前のことがどれだけできてるかっていうところが大事だったなっていうのはありました。確かにそういう基本的なところがしっかり整ってるっていうのは一生懸命だしけなげな感じもするし、その後でまあその施策をちゃんと見てもらえるようなナビゲーションをしたってことですよね。そうですね、素晴らしい。自体でどれだけいいことを言っていても、そこをちゃんと相手の目線に立ってどれだけ見てもらえる得るように提示してるかっていうところが。なるほど、なと思いました。ありがとうございます。そういう意味ではそういうそのなんていうか施策を高橋さんは SNS のマーケティングにおいてめちゃめちゃされてると思うんですけど、高橋さんって今 SNS の管理してるアカウントって何個ぐらいあるんですか？そうですね、ツイッターだけで25あるんですよ。そんな人います？なかなかいないですよねツイッター25個ある俺みたいな人ってそうなんです。あんま聞いたことなくて。もちろん一人で全部見てるわけじゃないんですけど、はい、やっぱねソーシャルをこう見てると最近思うのはですね、あまりこう企業視点でコンテンツを考えるもんじゃないなっていうか、あれ買ってくれこれ買ってくれっていう、まあ、以前やってた時期あるんですね。でも、まあ、あまりこういいねとかエンゲージメントがまあつかなくて、で結局フォロワーも増えない。途中でこう書いたんですね、コンテンツのエンゲージメント、まあ、主にいいねなんですけど、ね、によってどのコンテンツがエンゲージメントが高いか、これによってどういうフォロワーの人たちがいるかっていうのを考えるんですね。でそのフォロワー像に対してこういった内容だけどこういう言い方をしたらいいにしてくれるんじゃないか、まあ、そういったこのツイートは生きてるか生きてないかの指標を、まあ、エンゲージメント率で統一したんですよね。すると確かにエンゲージメント率はですね上がりまして、
フォロワーも、ドーンと減ることもなくなりました。はい、ですから今は、まあ、エンゲージメント率、まあ、あるこの指標を決めてですね、まあ、そこを最適化するためのコンテンツ作り、こういうのもまあ、見ている皆さんにも、ね、活かしていただきたいなと思います。ありがとうございます。そういう、まあ、領域になってくると、まあ、せっかく今 Zoom でつないでいる世良さんにちょっと画面を映したいんですけど、世良さんがすっごい寂しそうなんでさっきからちょっと世良さんを触らせていただきたいんですが、世良さんといえば、まあ、B2B も B2C も、まあ、手掛けてらっしゃるんですけど、特にすごいと思うのがやっぱりどこどこ JP の、B2B の解析っていうところはですね、本当に、まあ、すごいなっていうふうに思ってまして、まあ、B2B においてどんな態度変容をしたかっていうデータって、まあ、日本でも最大級ぐらいに持ってらっしゃる人の一人なんじゃないかなって、うん、まあ、個人的には思ってるんですけど、そんな世良さんに聞きたいのが、その B2B においてこんなその態度変容したよって事例があるとかですね、こういうポイントっていうのはウェブ解析における大きなヒントなんだみたいな事例とかあればですね、ぜひ教えてください。多いのは売り手側って、まあ、製品がいっぱいあったら、ターゲットを結構例えば業種で考えることって多いんですね。製造業向けのサービスですよ、情報通信業向けのサービスですよ、サービス業向けのサービスですよみたいな感じなんですね。で、実際にウェブサイトもそういう構造になってることって多いんですけれど、いざ、消費者の目線に立ってもらって担当者の目線で製品を探すっていう立場になった時に、果たして業種で探しますかっていうところなんですね。自分は製造業だから製造業向けの製品を見ようってなんないことって多いと思うんですよ。で、じゃあその担当者は何を気にしてるかって、自分が持ってる予算の中で何ができるのかっていうことだったりするじゃないですか。 B2B の場合は特に予算っていうものが関わってくるので、なので、とある企業さんは業種でのコンテンツっていう作りから、ですね、予算感っていう作りに変えたんです、ね、ある程度製品の規模をディレクトリで区切って、自分の予算の範囲でどういう製品が見つけられるのかっていうところを見つけやすくしたっていうところがあって、これでですね、その企業さんは CVR がですね、なんと5倍になったっていう。めちゃめちゃすごいですね、はい、5倍はすごいな。まあ、そういう細かい、その売る人がどういう情報を伝えたいのかっていうところプラス買う側の目線ですよね、まあ、これは B2B でも B2C でも同じだと思うんですけれど、消費者さんってどうやって商品を探すかなっていうところを視点として1個持っておくと、ウェブサイトの作り方って変わってくるんじゃないかなとは思います。確かにめちゃめちゃすごいですね。ついつい提供している人的には業種とか業界で考えてしまいがちですけど、そういうのって意外とプロダクトアウトになってて、そうではなくて予算っていう担当者目線で考え直したらコンバージョンが5倍も上がったってことですよね。これすごいですね。そういうユーザー視点みたいなのってめちゃめちゃ大事だと思うんですけど、そういうそのウェブのデザインをされる時とかも、そういうなんかユーザー視点でもう一回考え直すとか、そういうことされてるんじゃないかなと思うんですけど、実際にそのEC サイトであれ、ウェブサイトであれ、いろんな、例えば病院とかいろんな、業種あると思うんですけど、そういう業種の中で実際に取り組んで、うまくいった事例とかってあったりしますか？まあ、私が先ほど喋ってた時に、精神科病院をランク上げたよっていう話をしたんですけども、結構心理的にあれすごい組んでるんですよ、うん、そもそも精神科単科病院ってもうなんか閉じ込められてめちゃくちゃ怖いことをしてるんじゃないかみたいな、やっぱみんなが嫌な気持ちみたいなの持ってるんです。確かに。だからそれをじゃああえて明るい感じで、めちゃめちゃ明るい感じで作ったんですよ。明るい精神科って どんな感じですか？みんなで精神科行こうぜみたいな。いや、そこまでじゃないんだけど簡単に言えばもう結構顔を出してもらったんですよ、スタッフさんも先生も。顔を出した。あ、なるほど。そう、作業療法士とかももう顔出してくれっていう風に頼ん でスタッフさんのいいよっていう人たちはみんなもう出してもらった。あ、プラス、まあ、患者さんがこうなんだろう、安心して来れるような雰囲気を
もうめちゃめちゃ作ったんですよ。で、剥離室とかも全部写真載せたんですよ。あー確かになんか怖いイメージありますもんね。そうそう、なんかやばいところになんか こんな感じで貼り付けにされるんじゃないかみたいなイメージすらある中でそれを公開すると、そう全部の施設を公開したんですよ。でそうなるとやっぱみんな、あこういう病院なんだってなるじゃないですか、はい、でそうなったらやっぱ検索もされるようになってくるし、もともと6ページとか7ページ目ぐらいにめちゃめちゃ古いサイトであって、でそれをフルリニューアルをして、で、まあ、この精神科の先生たちの意見とかを全部取り入れて、いや人の心理ってねこうなるからこういう風な組み方をしてほしいみたいな、めちゃめちゃいい話ができしながら構築したんですよ。なるほど、そっか、精神科医なんでそのお客様がその心理学的なところがめちゃめちゃ分かってるから、そのコンバージョンレート上げるにしても見せ方のところが細部に行き渡ってるってことですね。そうなんですよ。なので それすごいっすね、それをすごい設計しながら、もう先生と喧嘩しながら、喧嘩そうデザインもディレクションなぜ喧嘩やってるからはいはい、はい、もう40ページぐらいあったから、それをなんかデザイナーとかにめちゃめちゃこう修正させるときにやっぱ嫌がるわけですよ。あそこをどうにか、先生ここどうにかちょっと折れてくれませんかってなるんだけど、いや絶対ダメダメみたいな、うん、絶対イラスト入れないとここはダメだよとか、なんかそういうのをめちゃめちゃやり取りをして上げたんですよ、そのサイトは。であとこのサイトのもう一個の目的っていうのが求人を集めることだったんですね。はあ、なるほど。で精神科病院 あのスタッフも実はちょっとあの癖強い人たちが集まるらしくてでそれを振り落としたい、めっちゃ面白いそれ、もう振り落としたいから、はいはいはい、最初にめっちゃ明るい病院ですよっていうのを伝えとけば、あ僕は多分ここの病院合わないなっつって、もうそもそも応募が来なくなるっていうところで、なるほど、もう最初の入り口としてそこでもフィルターかけたんですよ。でそしたらやっぱりハローワークだけしか見てなかった人が来た時に、あサイト見に来てね、やっぱ僕無理そうなので辞退しますみたいな感じで、やっぱ入り口結構今こうフィルターかけられてるので、いやそれめっちゃ面白いですね。いや、うん、あえてコンバージョンレートを下げる施策って意外と大事だったりするんですよね、うん、その質の高い人だけと、まあ、会いたいじゃないですけど、うん、例えば求人とかだったら1割しか受からない面接がやったとしたら、9割の人ってなんかある意味好きって言われてるのに振らないといけないみたいな状態になっちゃうので、せっかくエンゲージメントが高くてあの自社の商品とかもしかしたら買ってくれるかもしれないのに、なんていうか振るい分けないといけないみたいな辛さがある中で、あえてコンバージョンレートを下げる決断をして質を上げたってことですよね。そうなんですよ、めっちゃ面白いですね。でそれをやりだしてから、はい、あの新卒であの看護学校の新卒で興味があるんですって言って問い合わせが来るとかっていうのはめちゃめちゃ多くなっていて、看護として結構学んできた後になんかもう残業とかがないから精神科って、だからそれでも疲れたみたいな感じで40代ぐらいの人たちが集まってくるんですよ。へえ、年齢高くなるんだけどやっぱ最近若い子たちからどんどんこう来るようになって、はあ、今もすごいすごいいい効果が生まれてて、めちゃめちゃ面白いですね。そんなことが起きるんだ。そうそうそう、いやちょっとですね、まだまだそれぞれ深掘っていくと、あの正直このメンバーはですね、それぞれの生い立ちから何からめちゃめちゃ面白くて、多分掘り出すとですね一人だけで4時間持つ、まあ、余裕で持つ人たちばっかりなんですけど、ちょっとですね残念ながら時間が来てしまったということでですね、うちアンコールみたいなしてくれということで、残念ながら、まあ、ここでちょっと動画終わりたいと思うんですけど、最後まで視聴していただいた方本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひですね、あの今日の感想とか思ったこととかはコメント欄に書いていただきたいですし、高評価ボタンもお願いします。そして、チャンネル登録もぜひお願いしたというふうに思っておりますというわけで最後大事なとこ噛んでしまいましたけどマーケティングって本当に面白いですね。さよなら、さよなら、さよなら。